園内の風景トンボ自然公園は、高知県四万十市郡堂にある自然公園。社団法人トンボと自然を考える会が、旧校電を改良して建設した。園内には、四万十川流域に生息する魚とトンボについて学習できる博物館、空き通用もある。通称トンボ王国。トンボ自然公園建設の経営トンボ自然公園は、発案者である。 杉村光俊氏が高校時代、トンボの生息域が開発により縮小、消滅していくことをきっかけに、トンボが住める環境を守りたいとの思いから出発した。開発により埋め立てられた湿地には、レッドリストである別校トンボが生息していた。別校トンボは、高知県と佐市のカニが池にも生息していたが、ここも開発され、生息地を奪われた。トンボ自然公園では、 別行トンボの繁殖にも取り組んでいるが、未だ成功していない。トンボ自然公園の特徴トンボ自然公園は、人工的に池を作り、トンボが生息する環境を作るという、当時は日本に例を見ない保護活動だった。この取り組みがきっかけとなり、全国でビオトープ作りが始まった。トンボの生息域は様々だが、トンボ自然公園周辺の環境は急校電が広がり、 冬は除水もなく、トンボの幼虫が生育できない状態にあった。トンボ自然公園が目指している環境は、昔の田園風景である。自然保護区と、トンボ自然公園トンボ自然公園は、自然保護区であり、区域内の動植物の採取は禁止されている。一方、トンボ自然公園を運営するトンボと自然を考える、会は、年に数回、自然公園にいる。 トンボの捕獲を認めている。これは、トンボを取ることを通して、昆虫への興味、生命の大切さ、環境保護について知ってもらいたいという、杉村光俊氏の考え方に基づく。トンボは、魚と違い、一度捕獲すると、衰弱し、自然に帰ることはできない。杉村氏によると、人が目にするトンボは、捕獲しても絶滅することはないという。また、トンボ自然公園では、 外来種であるアメリカザリガニズ売りを行いながら自然体験と外来種の駆除を組み合わせた企画も行っている。入場料トンボ自然公園は近隣住民の憩いの場であり入場料は取っていない。他の施設との違いがここにもある。トンボ自然公園の運営は四万都市からの委託金と公園内にある学友館の入館料、社団法人、 トンボと自然を守る会の会費及び寄付によって賄られている。ありがとうございます。